はい、速稼塾の久保です。まあ、毎日ね、何回でも設けられるような方法があるといいですね。で、今回ね、タレコミがやっぱりまたありました。あ、これはですね、宿泊を利用したものです。宿泊数の制限なしで、宿泊数×3000円の儲けが出るという旅行キャンペーンです。いいですか？旅行して2泊3日とか3泊4日するじゃないですか。そうするとね、泊数×3000円が儲かっちゃうわけなんですよ。どういうことなんでしょうね、これね。ちょっとお話していきますね。GoTo トラベルキャンペーンって今あるでしょ？GoTo トラベルキャンペーンが始まってから旅行情報でお得をするというね、そういうものが続いてるんですけども、確かにね、無料同然で宿泊できるならお得だと思うんですよ。で、この中からさらなる高みといいますかね、さらなるお得ということで、泊まれば泊まるほど儲かるような仕組みがあるそうなんですよね。で、そんなキャンペーンを今回は紹介するんですけども、まずは滋賀県ですね。現在滋賀県では今こそ滋賀を旅しようっていうね、こういうキャンペーンがあります。これ、概要欄にね、URL 貼っときますので、ちょっとリンクを見てください。で、これはね、滋賀県内のホテルを特定のプランで予約宿泊 された方に1泊につき1名につき5000円のクーポンが配布されているキャンペーンなんですよね。このキャンペーンと GoTo トラベルキャンペーンを併用することで美味しい思いができるっていうことになりますよね。2名利用時の最安値っていうのはアパホテル彦根南の一室税込み7400円、もうお分かりですよね。 GoTo トラベルキャンペーンで 35% 引きになり、2名4810円で宿泊可能です。そして滋賀県の5000円クーポンが2人分もらえるということなんで、1万円から4810円を差し引いて5190円が利益で乗っかるということになりますよね。さらに GoTo トラベルキャンペーンのクーポン、これ1000円が出るんですけども、これを入れればね、結果的には6190円の儲けが出る宿泊のプランになるってことなんですよ。で、もらえるその滋賀県のクーポンなんですけども、で、使用可能な店舗が非常に多いんで、ほぼ制限がないかなと思います。県内の有名ところはもちろんなんですけども、トヨタレンタリースとかね、各種スーパーなども使えるということでございます。簡単に現金化したい場合は滋賀県内にあるスーパーで平和堂っていうのがあるんですよ。で、こちらの平和堂商品券をクーポン利用で購入もできます。この商品券は金券ショップなので 95% 買取ができますんで、まあ、非常にね、換金するにも換金率がいいということになってきます。まあ、ちなみにですね、観光も兼ねて良いホテルに泊まりたい場合っていうのは琵琶湖大津プリンスホテルっていうね、こういうホテルが、立派なホテルがいいんじゃないかなという評判です。で、元はね、1泊1名2万円近いハイグレードホテルなんですけども、今回の感染症の影響で安くなってるんですよね。曜日などを選ばなければ、無料にて泊まれるということもあるんですよ。いや、これもすごいですね。で、今回のキャンペーンはね、1名の利用でも大丈夫なんですけども、目星プランが少ないんで、カップルとかご家族でね、宿泊するのがいいんじゃないかなと思います。非常にお得なキャンペーンという情報になってきますんで、皆さんもご活用ね、してみてはいかがでしょうか。それではね、この滋賀県の今こそ滋賀を旅しようのリンクを貼っときますので、まあ、ご覧いただくだけご覧いただいて、その後ね、いろいろと考えてみてください。こういう情報ね、たくさん出てますんで、これからもどん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 お届けしていきます。皆さんね、この GoTo キャンペーンの期間中にお得なチャンスを逃さないように、まあ、これはね、これチャンネル登録とかをしてお待ちになった方がいいと思います。私のこういった無料情報っていうのはね、お得なことばっかりをやってますから。で、世の中に出回ってる情報なんですけども、普段忙しくって自分でキャッチしに行くと難しいじゃないですか。私の方が選別して日々お送りしますので、こちらの方ご活用いただければと思います。そしてですね、速稼塾に参加していただくと、もっとね、コアな情報とかもお届けすることもできますし、当然ですけども、独自に稼ぐビジネスのスキルって、こういうのもね、お分けしてますので、よろしかったらそちらの方もご検討ください。それでは、いってらっしゃい。